ございます。どうも、はい、始まりました。何回目だろうね。39なのかな多分なんか8か9かみたいな話してたもんね。多分39回私がもう解禁してるってことは39週ね、連続でスケベがないっていうことです。はい、はい、もう身の潔白はね、ここにあります。とりあえずですね、そうね、画面左側の人たち自己紹介を。ではケムちゃんの隣の、はい、どうも。お前じゃない、お前はいい、言ってくださいよ。お前じゃない、はい、お前じゃない、でケムタルじゃないよ。僕からでいいですか。はい、自己紹介をお願いします。4日前から入りました、おいです。お願いします。5日前から入りました、あおいです。お願いします。よいしょ、はい、はい、次、はい、自己紹介お願いします。はい、次に、3日前に入りました、加賀井と言います。よろしくお願いします。よいしょ。どうも、ラブとホテルのはずパシャです。帰れ、はい、それではね、とりあえず自己紹介終わったところでタイトルコールに行ってみたいと思います。行きますよ、行きますよ、大丈夫ですか。アットホームラッシけど映ってない人が約1名、はい、カルマじゃないですよ。名前書いてないから名前書いてないから、まず名前書いてないから、はい、ね、名前を書いてあるんですけども、まあ、出演者のとこもそうですし、ね、出てるとこあるんですけど、ね、まあ、出演者読んでもらえれば。そうですね、そう、アキトさんが営業前に出るよって言ってて、営業終わるくらいになったら今日ナイトチューブだよっつったら、あ、見なきゃって言ってて、それはもう見るんだ家でって思ってたんですけど、いや、間に合った間に合った間に合った、はい、あ、よかったよかった、間に合った間に合った。いや、一応撮影始まる直前にですね、いや、ちょうど今始まったとこでしょ、アキトさんが出てくるもう ね、まあ、1回目もそうなんだけどさ、スタートにいないよね。いやいや、ほら、もうだからね、アキト君時計5分ぐらいずれてるのかね、いつも。そうだよ、時計だって今だってちょうど4時だよ。4時、うん、違うね、始まった、違うね、始まった、よかった、間に合った。アキト君、何週間ぶりかな、これ。もう第1回目に出ただけだよね。第1回放送の俺もう半分ぐらい出たよ、後半途中だよね。そう、途中から出た、来たから。そうで、約40週ぶりみたいな。あ、そうだね、もう第1回だけか、そう、第1回だけその後、なんだか出てないんだよね。でも俺は毎日、もういつもナイトチューブだよっつって、今日は出るよ、そう、毎週ナイトチューブだよって、そう、今日は、うん、って今日は出るよって言いつつ、俺は家でね、うん、寝てるな、寝てるんだね。そうだな、なってたな。そう、でも今日出たから、ちゃんとね。まあね、これってことはこれでしばらくまだこっから半年ぐらい出ないってことだよね。そんなことないよ、それか1回出たことをきっかけにすごい出たがるかもしれないけど、ありますよね。タイミングがないだけでもね、別に逃げてたわけじゃないもんね。あ、乾杯します、飲んでますけど。あ、もう飲んでたもん。うん、大丈夫、私も飲んでる、もう歩きながら飲んでた。あ、そう、飲んでた。それはだから前もそうよ。前も酒買ってきたぞ、イエイってしてきたもんね。でも基本的にこの時間帯ってもう酔っ払ってるから、もうそうなんだ。だからシラフでこの状態にこの時間まで待つって辛いよね。ちょっとこのグラス誰かグイして、誰か俺グラス欲しい、これもうなんかもうこれグラスじゃないけど、はい、それ会長のグラスみたいな感じで。え、行く、これで、俺これで。いや、でもそうなるとその後ちょっと大変だからな。しかもだって減ってるの見えないし、空っぽじゃないから。そうだな、やめよう、そう、やめよう。出て、まあ、とりあえず今日アキト君出てくれてるっていうのもあるんですけど、昨日ですね、学生イベントそうを行いまして、そう、とりあえずなんとなくで何枚かですね、写真を撮ってみたんですけども、見たいのかな、みんな。
え、みんな見たいと思うよ、多分、うん、見たいのかな、多分気になってる。とりあえず何枚かは持ってきたんだけど、さすがに全部はねっていうのもあったんで、何枚かちょっと持ってきて見たんですけど、見ます？多分ね、でもみんなここも、なんだかんだでね、自分撮られてるけど他こう撮ってんの見てなかったりとかしてるから、実際どのような写真があったか、まあ、僕みたいに凍結してる人もいますしね、ってやつもいると思うんで、じゃあとりあえずね見てみますか。1枚目ドン。あ、こういう感じで写るのね、俺。あ、これこれは就活、カルマ、カルマ違うね。ケムチは元彼の名前忘れちゃダメでしょ。あ、ケムジローね、ケムジロー、ケムジローだね、これね、ケムジローね、うん、ケムジローはこれは学生なのか教育実習の先生なのか、そっちだね、新社会人なのかどれかなっていう感じに馴染みすぎてて、なんかコスプレ感があんまないです、うん、そうなんだよね、なんかすげえナチュラルみたいな。このあとなんかウェイってやってるのあったんだけど、それはただの新刊で酔っ払ってる感じだったからそこはちょっと省きましょうと思ってね。そうだな、うん、まあこれが多分一般的に一番ある意味学生に近いのかな。これ、うん、そうそう、これこれが一番これ、ね、ナチュラルな学生って感じかなと思ったんで1枚目にさせてもらったんですよ。かぶってない、上かぶってない、ね、その話はするでしょ。で、じゃあこの辺からですね、この後ですね、やっぱ学生服ってやっぱこう学生ってナチュラルじゃん。じゃあ2枚目の写真お願いできますか。もうおかしいよね、もう学生としていたらこれは校門で止められるやつだよね。果てたな、こいつ、こいつ果てたな、こいつね、こいつ果てたな、こいつどうよ、すげえ派手だな。だからね、多分同世代で一番学生に近い組なんだよね、あそこってと思ったのよ。やべえよこの色はと思ったの。学生ってつい何年前でしょのやつらじゃん。なんか毎日いるから違和感なかったけど、これだからそう、順番に見て政治家で、ね、しかも学生イベントだったってことになってこれで来ちゃうと、いや、やばいよこれ。まあちょっとねっていうのがありまして、これはまあ歩道というか、まずねって感じよ。多分もう小学生ぐらいがこのメイクだったんじゃないですか。待って、学生時代これなの？やばいでしょ、学生時代これではないでしょこいつは。多分でもそういう民族なの。なあ、何？あ、もうそういう感じ、もうそういう民族みたいな、虫よけとか獣よけみたいなやつ。そう、そんな感じですか。そんな田舎あいつ。いや、次行ってみますかね、次ドン。時代が違いますもんね、やっぱね。いや、まず人じゃなくて、まずポケモン。カビゴン、カビゴン、なんか黒にしちゃうのがいけないのよ。まあ、多分今、ツイッターじゃない、LINE で多分、カビゴンから多分僕怒られてるの。LINE 来てるの。カビゴンって言うの。カビゴン、カビゴンって言うのって。カビゴン、カビゴン。だって、学ランなんだけどさ、なんかちょっと、なんだろうね、意外よね。でみんなさ、なんかこの制服イベントっつってこう清楚とか可愛いで攻めてくるのかなと思ったのよ。まあ、これがね、清楚とか可愛いで攻めたらまたそれは別な話なんだけど、まあちょっとリアルになりましたので、まあ今までここまでね3人の学生見てもらったんですけど、やっぱ1枚目だけが学生にしか見えないと、他はもう違うだろうと。まあ、2枚目はねどっかの人だし、これ3枚目、これ絶対これ学校に来ないタイプの人だもんね。来ないタイプだよ、こういうの。学校には来ないよね。うん、学ラン来て、どこ行くのみたいな。だからゲーセンにいるやつやん。正解正解。そうそうそう。いる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 。うん、朝、制服着て、そのままでみたいなやつだと思うんだよね。いるいる。うん。って思ってる。補導されるっていうか、逮捕される方だよね。確かに。どちらかというと、ね。補導のレベルじゃない。これ痩せたんじゃない、角度、多分角度だと思う。分かってる、やっぱ角度、角度じゃないこれは間違いない。うん、じゃあしゃがんでたから上から撮るしかなくてさ、そしたら自然と影ができてさ、シュッと リボンがなんかザリガニ呼ばれてた。え、違うよ、あれはザリガニってザリガニかな。ザリガニ、ザリガニじゃない、もしかしたら。だって頭にカニの足みたいについてるし。ザリガニだね、カニカマみたいについてるもんだって頭に、うん、ザリガニだね、頭にカニカマついてるじゃん、あれザリガニだね、うん、なんかオレンジのついてんだよこの辺に、あいつね、あれカニ足じゃないの、あれカニ足でね、あれ
マジで。やばいわ。ザリガニ首につけてカニ足頭につけてみたいな。海鮮ボリューム。海鮮ボリューム盛りみたいな。うん。そうだね。じゃあ次。ドン。行ってみますか。誰？おめえだよ。ほら、いるでしょここに。ほらほらほら。こういう学生いたよ。これなこれ。これも結構リアル。これリアルな方じゃない？なんかリアルななんか定時制の学生みたいな。そうそう。ああ、カルマいるいる。うん。うん。なんか学生をエンジョイしたがってるけど定時制だからそんなにできなかったタイプのやつでしょ。そう夜しか学校がないから。だって桜見ちゃってるもんね。桜眺めてどうするのみたいな感じ。独占の弱いのって。いやでもいるわ。いるわ。いや分かる分かる。なんかあってわらわらしてる中でちょいちょい生きがってるんだけど弱いやつ。いるわみたいな。いるわ。独占の弱いのいいわ。いやすっごい分かりやすいね。うん。その前がだって強いやつ出ちゃってるからさ。いや強いねあれはだいぶ強いね。その前だってカニカマついてるやつ出てきてるから。だいぶ強い。ザリガニ強いからザリガニ。うん。そうだね。でね、ここら辺も大丈夫ですかちょっとね、この後ですねこの後、行きますかこの後ちょっとおかしいんですよちょっとお願いできますかあ学生なのかどうかも危うくなってきてるんですけどね、そろそろねある意味安定だけどな、これはなまあね、だから黒江さんはまあそう、もう黒江はもう安定だよねこれよね、ってうんでもね、なんでね、オールバックなんだろう言ったのなんでリーゼントじゃないのってああこういうやつねそうリーゼントにしてほしかったのコリキとかもしれん確かにちょっと似てるコリキっぽいそういやコリキにして見えないうんちょっとコリキ感が満載だよねまあとりあえずもうピンで通ったのがこの辺でですね次ですね次がまたコリキとまあ派手な人とああすげえ顔テカってるこれねこれケブちゃんケブちゃんテカってんだよだいぶギラついてるよ営業後だからそうそうそう営業後だから、ね、誰がピッツァよ本当にケムちゃん天ぷらみたいになってるよ、ね、誰がオリーブオイル天ぷらみたいになってるよケムちゃんって誰がオリーブオイルケムちゃんちょっとハイライト入れすぎじゃないいやーだけどの目の下にな民族みたいになってるもん小ささでわかるよこの小ささでうん白くなってるここになんかチークのとこにハイライト間違えて入れた人みたいになってるすごいよいやー最近でケムちゃんが黒く見えるのよいやすごい他が塗りたくてから白いからさ隣と隣白いねだ千秋も黒江さんもやっぱ塗りたくってるから白い白江さん白江さんうん白いんですよ白いなうんでこの後もケムちゃんいるんですけどいや俺これあれなんですよブランデーをなんか700ミリぐらい一気した後なんですよじゃあこれはたまたまの写りかなじゃあこの次のケムちゃん見てみましょうせーのドヤやっぱテカってるねやっぱテカってるね。やっぱテカってるね。でもあの肌の色に関しては隣の感じだから、まあまあちょっと暗めな感じで、トーンは合うけどやっぱり頬がだいぶ、ね、すごいよこれ。白、うん。受ける。キャプちゃんマジ逆じゃないこれ。いやもうこの時持ってかれてるんですよ完全に。意識がなんかないんでほぼ。これはだってケムちゃんこの時ワンちゃん取られたの覚えてないぐらいのレベルでしょ。覚えてないんだね。営業終わって落ち着いたわーってなって酔っ払ったわーぐらいの頃だもん ね, ね、まあ、そこっすね、うん、ここまんじもまんじできてないねこれ確かにじゃあだからまんじができてなくないどちらかといえばうんケムちゃんの方が合ってるんだよねそういや多分ねまんじで普段こう取ってないからできなかったんだケムちゃんが合ってんのかこれケムが合ってんだけどそうだなじゃあまんじ多分ねビューティープラス慣れしてるから反転すんだよなるほどあいつ普通のカメラ撮ってるから今回は携帯カメラで自撮りとかじゃないのね私が撮って回ってたからああなるほどねうんだからあれを反転するからビューティープラスって反転しちゃうから違うんでエイムとケムの位置がまず逆になるのねなるほどなるほど自撮りになると反転するからでケムちゃんはそうなると多分どうにかなるんじゃないのエイムちゃんそれかも酔っ払ってるエイムちゃんの中でよく分かってないかだよねワンちゃんそれもあるなうんありますもちろんあり得るもんねゴリラもんねだってね反転したら反転したらなるんだよほら反転してくれたんだよこれ、ね、反転するとなるんだよちゃんと M ちゃん一応できてるんだよでも形おかしいよこれおかしいよそれはもうだからもう酔っ払ってっからよもう酔っ払いだからだけど手の向き的には反転すると合ってんだよ合ってんだよマンジは隠れてるよ後ろだから多分反転するカメラに慣れてるわけよねそこでだから普段からフィルターかかった写真を撮り慣れてる方なのかなね
ちょっととりあえず CM 行きますか。 CM だぞ。先輩なんだ。友達がホストになりたくてお店探してるんですよ。なんだと。どうしても一緒に働きたくて。今なら退入最大1万円ですよ。マジっすか。すぐ連れてこい。すぐに呼びます。お前らやっぱりロミジュニだな。後ろがコソコソしてる。だ毎回コソコソしてるよね。だいたいコソコソしてる。そこそこコソコソしてるね。だからもうここは違う。だからこれさ、もうちょいそっちに行けばいい。コソコソしてるんだから、イチャイチャしてるんだからもうね、わかんないけど。で、この辺に入れ、で、ちげえ、お前さ、お前も酔ったりみたいな。この辺、この辺、この辺。こことそこら辺から入れば、そんなにコソコソしないのよ。そうね。そう、近づけちゃうんじゃないの。くっついてくの。勝手に。なんせここから。セカラ突然のセカラで、さっきね、今まで写真出したんですけども、続いて私、カメラを持って回ってたんですけども、誰も私のことを撮ってくれる人がいない。そう、ジャレットない、撮ってないもんね。撮ってないんです。そうなんだよ、ジャレットは。でもジャレットはもうジャレットだったよ。私はカメラ係だったのでなくて、で、最後に撮ってもらったのがあったのね。私と誰かな、ジジさんとハクさんかで撮ってもらったのがあったんだけど、出てくる撮ったのがカミゴンで、めっちゃブレてんの、あいつ営業酔ってるから、2、3枚撮ったのに全部ブレてんの。だから手震えてたんだろうな、あのアルチューと思って。で、しょうがなく一人寂しく営業がエレベーター方で自撮りしたっていうのはあるんだけど。それ出てくる？それが多分出る。あ、これだ、ね、あこれはもうジャネットじゃん、ただの。だっていつも通りじゃない。いつも通りよ、これはもう、いつも通り。ちょっとシャツ着てネクタイしてるかな、ぐらい。いつも通りよ、これ。ジャネットさんはいつも通りだから。ジャネットなんかそういう、なんかそういう制服イベントってあれ、なんか制服のお店で働いてる人みたいになってるよ。え、だって違うの。だ、制服を着て働いてる人じゃないよ。だって間違ってない。まあ間違ってないんだけど、だ、違う、そういうスタイルじゃないの。違うのよ。違うの。そう、なんかそういう感じになってるよ。あ、ちょっとあの、だ、赤毛馬的なこと。そう、なんか制服で働いてる人みたいになってるよ。うん、そう、制服はしてね。そうだね、制服だよ。ちゃんと修正はしてない。あれ、なんかしてない。そう、してません。なんか滝下からフォトショップが出てきたよ。フォトショップは入ってないね。してない。じゃあセーラーはね、ちょっと動きにくいなと思って。いや、エロもだって違う。エロ担当がね、ちょっとね、いつもジャネットみたいになるじゃん。ハロウィンのバニーとかさ。だ、そういうのばっかやると、みんながイベントごとにジャネットのことをスケベな目で見るようになるから、ちょっとやめようと思って。もうだってジャネットは今回清掃でね、行かせていただいて。次ですね、じゃあ次の写真行ってみましょう。多分ね、ハク様ですね。うわ、これ絶対あれですよ、もう出汁に使えたんですよ、カビゴン。何がすごいってさ、カビゴンの頭は上半分削れてね。カビゴンちょっと消えてない。そう、カビゴン薄いのよ。薄いのよ、カビゴン。そうなの、頭えぐれてるよね。これ多分あれですよ、無理やり加工したから、あれです、歪んでるんですよ。で、この頭えぐれたカビゴンに、この後ハクさんと撮ってもらったやつがめっちゃブレてたの。だからカビゴンはもうこの時に実体化としてなかったのかもしれない。もしかしたら俺気づいたけど、顔の大きさの差すごいよこれ。え、だからそれはやっぱ大事かなって。それ分かってて、これを撮って、いや、ね、いや、私もそのためにこれ持ってきた。すごいよこれ、すごい。まあね、カビゴンだいぶ隠してる中でもですね、すごいね。うん、なんか後ろでなんかやってるやつよこれ。何してんのうん、なんか自撮りしてたと。そう、あのね、多分ね、ハク様しか撮りたくなかったのよカメラは。カビゴンは景色だと見直してるから、うん、多分景色だったんだと思うのよ。そうだな、桜と間違えられたんですかね。じゃあそうですね、じゃあ次ドン。はい、学ラン組ですね。なんかリアルだな。なんだろうね。すごいリアルだね。なんか多分いるよね、だってこういうやつら。でもここに来てやっとなんかさ、すごいリアルな出てきたね。
え、いるいる、もうこれいる、これ、うん、なんとも言えないよ、なんとも言えないですよね、これわかるもん、超つまらないやつだ、普通にいるよね、これで歩いてても違和感ないよね。ないと思う。手前の人誰ですか、この手前は…これジャネットじゃない。ジャネットじゃないよね、だってジャネットがカメラ持ってんだもん。この時ジャネットカメラ、ハクさんやな、これハク様だよ、ハクさんか、ハク様の方だと思う、あー、ハクさんか、うん、右誰、右は…っていうかまずこれ映ってる人たち、はい、挙手、はい、映ってる人たち、挙手、はい、はい、ここで問題です。二人はこの後どうなったでしょうかっていうリスナーさんへの問題ですね。これは、はい、答えて、コメントで、コメントで答えてください。どっちなんですね。はい、答えて、はい、答えて、はいはいはい、恥ずかしいやつ、ね、これは絶対面白いやつだな。4、これは絶対面白いやつだ。パシャ、じゃあパシャ、あーパシャに行ったかどうか惜しいな。そう言ったかもしれない、わかんない。じゃあ次お願いします。どん、こうなりました、よいしょ、こうなりました。パシャ行ったかもね、行ったかもね、これはだってこれなんか、もこれさ、なんかこうそれっぽく写すとかじゃなくて、もうそれだもん、もうえ、これはそれっぽく写そうかって言ったんだけど、そうじゃないから私は寄って撮った。うえ、うん、はい、もっともっとちゃんとやってってこれ言ったら、本当にやっちゃったね。下は入ってない、下は入ってない、なんで入れない。じゃあ、下入ってる写真、下入ってる写真、次お願いします。ねえ、それ今、今、今今やってもらえば、だって今距離感見て、あの二人の、さっき近かったよ、写真する前。離れた、離れたもん、離れた、離れたね、ほんとスケベだよね。好きなの、なんだかんだ。だからこういうの見るとさ、うちの店にガチノンケって何人いんの。だからうちの店にはスケベしてない。何人いんだろ、ガチノンケ。まずだからガチノンケは、ガチノンケがまず何人いるか分かんない。多分今この場には多分いないと思うから。そうなの。え、だった二人は出ないの、これ。お二人はここはイチャついてたし、今放送中に。でもね、放送中イチャつくわで、隔離して真夏を離したら真夏と葵はイチャついてるわで、自分たちの写真が出た時に、出た時によ、出た時に若干の距離感を保つっていうね、妙なリアルなやつ。写真出る前に今のとこ行っとこうかな。俺のんけだって言っとこうかな、写真出る前に。アキト君はのんけ、ガチのんけ、のんけのんけのんけ、うん、そう、のんけだから。じゃあね、まあこの、この BL を見てるだから、あとですね、この後にですね、まあもう残り少なくなるんですけども、こう見ると生々しい。今回ね、私が普通に普通の角度終わったので、今回のですね、セクシー担当の写真を皆様にお見せしたいと思うんですけども、まあ一人いたよね、一人だけ。今回はね、約1名がセクシー担当っていう形をやっていただいたので、まあ、みんながちょっとあの BL の写真見飽きたぐらいでいいんですけど、見てたいんだったらまだ見ててもいいんだけど、まあ、そうだな、なかなか見れないと思うから、今のうちにスクショとかめっちゃ撮っといてみんなね、うん、セクシー担当見る？ちょっとね、体操着のね、ジャネットじゃないの、体操着のジャネットだから、イベントごとにジャネットをスケベな目で見る人が増えるから、ジャネットじゃないの、やらしい目で見るから、それをやめようと思って。そう、誰だろうね。で、このセクシー担当はしばらく大きな画面でちょっと出しておいてもらってもいいかなと思う。なるほど、すぐちっちゃくしないで、しばらく残してみたい。あ、じゃあもうそれは誰だろうね。ジャネットのヌーだと思うでしょ。じゃあケムちゃん振ったって、振っていいよ。あ、ケムちゃん、ケムちゃんだ、これは。ケムちゃん振って、ね、ケムちゃんだ、ね、じゃあ僕の写真お願いします。俺だね、これ。はい、はい、今回の学生イベントですね。騙された。セクシー担当です。セクシー担当、これ僕は5時間かけて修正したんだ。ちなみに言うと、俺これ修正してんのあれだからな、なんかあのフィルターだけだから。フィルターだけだよね、うん、フィルターなんかちょっとピンクっぽいにしただけだから、うん、他修正してないからね。これおっぱいとかマジだからね。そうだから、うん、みんな修正よりもおっぱいの方が食いつきあるんだけど、え、これおっぱいマジだかんだよ。え、これは波崎ですね。うん、まあ、波崎さんのおっぱいは本物なのかっていうのは、これちなみに本物だから。本物です。うん、修正もあのフィルターだけ。これヌーブラと、まあ、モリブラ合わせ技だけど、まあね、ほぼ無修正よね。いや、ほぼ、うん、うん、どう思います、今回のセクシー担当ですね。あるもんだって、やっぱ映んないな、これ、ね、おっぱい。ほらほらほら、谷間あるし、見えるでしょ。ほらほら、映ってるでしょ。これね、俺おっぱいあんの、わかる、俺ね、あのね、みちょ、おっぱいあんの、俺。そう言った方がいいよ、片とかよ。おっぱいあるの、ほんとに。だから触りたい人来てくれればいいと、ほんとにあるから、おっぱい。うん、だ、今回のね、エロ担当は、まあ、アキトさんが持ってったということでね。そう、持ってったな。次、なんかコスプレあるとしたら何かな、時期的に。
なんかあっかな。コスプレっすか。コスプレ的なやつ。なんかケムちゃんが天下の格好するっていう。それはいつでもいいよ。じゃあそれいつでもいいや。それはいつでもいい。イベントじゃなくていいから勝手にやってる。天下で、天下で。なんかないかな。すっぴんではね。すっぴんでなんかひどい人いっぱいいる多分。これ変わんないよ。すっぴんでしょ。NG なんですっぴんで。いいよ、すっぴん。変わんないよ、これ。私も別にすっぴんさらせって言われたらいくらでもさらせる人だからいいけど、だからもういつも通りのヒロキだもん。だから変わるか変わんないか的な。うん、ほんとね、レンさんのやつはあ、確かに確かに、レンさんのは集合写真に写ってるのを見てもらえばいいかな。ひでえ。違うんだ、そもそも違うの。ピンで撮ってんだよ。違うの、考えて、ピンで撮ってんだけど、撮ってんだけど違うの。かわいそうね。千秋以上に学生という定義を無視したから、私はそれは気に食わなくて。なるほど、あれ学生じゃなかったのね。確かに女装コスのイベントではないの。あ、俺の仲間やからね。そうやなかったよね。女装イベントではないの。あくまでも学生イベントですよっていうことだったのに、本当にさっきの一番、まあ2枚目見せた千秋も肛門で止められるレベルだけど、それ以上だったから、まあね、この後もある程度、まあ、全員いるわけじゃないんだけど、ある程度まとまった集合写真をですね出させていただこうと思うんですけど、まだいるよ俺。だから次出すまでずっといるから。あ、マジで。ちょっと恥ずかしいな。そうね、恥ずかしい。そうそう、だからおっぱいあるからだから可愛いでしょ。だから可愛いね。見ておっぱいあるんだところ本当に。この辺か、この辺か、ここだな、ここだな、ここだな、あるかな、ほらほら、あおっぱいあるでしょ本当に。うん、トピックスにあげるかどうかわかんないが、あげるとしたらアキト君の2枚の写真だけでもいいよ。なんでそんなあるのかはそれはちょっとね、それは言えないよ。じゃあ次ですね。まあそう、レンさんがそのうち出てくるんでちょっとやりましょう。はい、お願いします。どん、はい、もう一人学生無視してるやついるよね。どこまで、これ学生じゃないもんね。学生とかの定義を無視したやつがいるから、これピンで撮ってもつまんねえなと思ったから、集合写真で適当に終わらせようと思って。制服じゃねえじゃんだって。だからパーカーじゃんみたいな、もうよくわかんねえじゃんみたいなって。だどうしようかなと思って。コスプレパーティーに来た人だよね、これ。 だ、 だからコスプレパーティーをやってたわけじゃないのでね。学生じゃないよね。はい、では今回ですね、このように写真をお送りしましたと。うん、じゃあ次何あるかな、イベント。ないね。次のセクシー担当誰やるの？いやもうそれはもうね、ね、それはもうね。でもおっぱい、一回おっぱいしたじゃんだって。あー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 もう一回おっぱいしたじゃんだって、アキト君。それだから俺はおっぱいしたから、もうだから。え？じゃね、そうだから、これこうやってやるからもう、ああちょっと、あーこれでもう今日の放送が、あー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 あ